モンスタージョン DB 始めました。モンスタージョン DB、 元気があれば何でもできる、元気があればウルージになれる、そんなあなたはインガサラシということでやっていきましょう。今回はまさかの最強オカマランキングをやっていきたいなと思います。ということで、やはりオカマといえばね、ウルージさんが皆さんにはねもう一発目に浮かぶと思いますが、ウルージさんはちょっと今回はあえて置いておいて、それを抜いたワンピースに出てきている最強のオカマランキングを決めていきたいなと思います。やはりね、ワンピースに出てくる、例えばおじいちゃんおばあちゃん、めちゃくちゃ強いよね。ワンピースに出てくる女性キャラ、めちゃくちゃ強いよね。そしてワンピースに出てくる動物、オカマ、全てがワンピースに出てくるキャラクターはめちゃくちゃ強いと。そしていろんなランキングをここまでやってきましたが、今回はオカマランキングを、最強のオカマランキングを出していきたいなと思います。その前に一つだけご報告がございます。実はね、私近日で大阪に行きます。はい、大阪へ何しに行くのか、もちろんユニバーサルでございますよ。ユニバーサルね、もう10年ぶりぐらいかな、結構経つよ。もともと僕ってディズニーランドとかユニバーサルって多分小学校ぐらいの時はほぼ毎年行けたんですね。それっていうのがお母さんの会社の関係でなんか毎年行けたんですよ。それで最後、まあ、家族で一緒にユニバーサルに行ってるんだけども、今回それぶりでございますよ。ユニバーサルに行ってきますよ。そしてワンピースをそこで見てきますよ。いや本当にね、ユニバーサルにもう行くね、久しぶりに行くきっかけになったこのワンピース、いやー楽しみでしょうがない。今月いっぱいまでねこれ開催されてるんで、まだ行ってないって方はねぜひ行っちゃいましょう。そして私もついに行っちゃいますよ。素晴らしいショーがねそこでも見れるんでね、めちゃくちゃ楽しみでございます。それについては近日大阪から戻ってきたら速攻でこちらもレポを出しますんでね、皆さん楽しみにしててください。ということで早速やっていきましょう。最強のオカマランキングでございます。まずは第5位からやっていきましょう。第5位は稲妻でございます。ここで出てくる稲妻、いや稲妻はねほんと難しいね。まだまだね力が未知数なところでございますよね。戦闘シーンっていうのはあまり描かれておりませんが、サポートとしての能力っていうのはまあすでに描かれております。めちゃくちゃいいなと思いますね。そしてこのサポートの能力っていうのは確かにそのまま攻撃に転じることができる。そうなった場合は結構強いよね。あのチョキチョキで床とかを切っていく、そしてそれを思いっきりぶつけていくみたいなね、やはり強いんじゃないかなと思います。そもそもがだってチョキチョキ人間ぶった切れますからね、どこまでぶった切れるのか、これがポイントになってくるんじゃないかななんて思います。そしてね、私すごい最初迷ったんだけど、稲妻を彼と言えばいいのか、彼女と言えばいいのか、特に稲妻に関しては場面が変わるからどっちなんだとめちゃくちゃ迷った結果、稲妻という呼び方になりました。オカマランキングね、そう、そこからしても難しいんだよね。どっちで呼ぶのが正しいんだろうなということで、名前で呼んでいきます。いや、これはね、そう、わかんないから、本人がもうどっちだっていうのがね、もう決まっていればもうもちろんそれなんだけども、もうちょっとね、わからないところもありますんで、そこはね、名前をね、こう選択していこうかなと思います。続いてのランキング、いきましょう。続いては第4位でございます。ここで登場してくるのは、キャロラインでございます。いやー、出てきましたよ、キャロライン。こちらはね、カマバッカ王国で出てきたね、女王代理でございますね。彼女は正直ね、めちゃくちゃ強いと思います。当時、まあ2年前のことになるんですけども、サンジとまあ戦った時に全然攻撃を食らっても余裕だったんだよね。サンジの蹴りといえば岩も砕くような蹴り、そしてアーロンのところでは魚人を倒してるわけでございますよ。黒帯ね、黒帯も倒している。空島でも神官を倒し、そして CP9 のジャブラも倒している。だがその蹴りが一切効かないとなれば、もうサンジより強いとなれば CP9 とかすらも超えてくる力になってくるんだよね。だからめちゃくちゃ強いんですよ、このキャロラインっていうのは。現在この2年後の世界ではどうなっているのかっていうのはまたさておいてでございますが、この当時を振り返ってみればやはりめちゃくちゃ強いなと私は思います。続いて第3位でございます。第3位は革命軍モーリーでございます。これ出てくるモーリーね、モーリーなんか可愛いよね。キャラクターがねめちゃくちゃ面白いなと思います。
思うんですよね。個人的に結構お気に入りなキャラクターでございます。まだ本当ね、力は未知数なんだよね。未知数なんだけども、現在見てる限りでもこの能力っていうのはいろんな方向で使えるなと思います。そしてモーリーの力、これっていうのは地面に要は潜っていくわけじゃないですか。潜っていって相手の足を掴んでしまえば、そのまま地面の中に引きずり込めるわけでございますよね。引きずり込んでからそのまま手を離したらどうなる？はい、生き埋めですよね。めちゃくちゃ怖いですよね。モーリーはね、結構強いと思うよ。マジでね、今後のこのレベリーでの戦いね、まあここでモーリーの戦いがもっともっと見れると思いますが、面白いような活躍をしてくれるんじゃないかななんて思っております。そしてね、もう一つこのモーリーが強いと言える根拠はございますけども、カマバッカ王国の皆様がね、もう熱い眼差しを向けてるわけでございますよ。あの幹部たちがここへ集まってくるのかみたいな感じでね。そしてこのカマバッカの人たちってな、みんなが強いんですよ。その強いみんなが、まあ、幹部に対してそういう風にね、熱い眼差しを向けるってことは、この力の差っていうのは結構あるんじゃないかななんて思うんですよね。だからこそキャロラインも超えてくると私は思っております。続いて第2位でございます。第2位はクロコダイルでございます。もうね、クロコダイルはもうみんな思ってるでしょう。あの秘密は一体何なんだ。イワちゃんに握られている秘密とは、もうこれに関してはね、オカマでしょ。いや、間違いなく、もともと女性だった、変えられた、もう、そういった流れしか僕は考えられないです。オカマダイルです。もう、これはね、もう、こう、来るでしょう。じゃないと、もうね、わからない。岩ちゃんに握られる秘密といえば、オカマダイルしかないんですよ。もう、それしかないと思います。結果として、今、クロコダイルはね、まあ、男になってめちゃくちゃなんか強くなってるわけじゃないですか。まあ、一体これが、男性に変わった流れで、またこう、パワーアップしていったのか、そもそもが噂であるようにアマゾンリリーの元皇帝かっていうこの流れ、もともとめちゃくちゃ強かった、そしてまあこういう風に男性になってさらに強くなっていったみたいな、まあなんかそんなような流れがあるのかないのか、まあ気になるところでございますけども、まあどちらにせよもクロコダイルはきっとね、もともと女性だったっていうのは可能性は高いんじゃないかななんて私は考えております。そしてやはり能力だよね。この能力めちゃくちゃ強いよ。砂の実、すべての水分を奪ってしまうというね、この水分を奪うっていうのは恐ろしいよね。一気にミイラにさせられてしまいますよね。そしてもしモーリーと戦った場合、モーリーが地面の中に潜ったとしても、そのまま地面すべての水分を奪ってしまえば、モーリーもろとも一気に水分を奪われてしまう。そして試合終了というね、そんなような展開になるんじゃないかなと思うんですよね。モーリーと戦っても正直結構グロテスクなやられ方をしてしまいますけども、クロコダイルと戦ってもね、やはり水分をすべて奪われてしまうっていうのは相当エグいんじゃないかなと思います。個人的にね、怖いなと思います。クロコダイルは本当能力的にもね、相当恐ろしいなと思います。だけど逆に結構好きなんだよね。声だったりとかね、キャラクター的にめっちゃかっこいいななんて思うんですよね。クロコダイルがね、まあやはりここでランクインしてくるのは妥当なんじゃないかなと思います。そして続いて第1位でございます。やはり第1位はこの方でしょう。ウルッイワちゃんでございます。イワちゃん、ここでランクインでございますよ。やっぱりね、イワちゃんがここでランクインしないと、もう誰がランクインするのか。まあまあ、ウルーディさんがいますけどね。ウルーディさんもオカマの中で結構強いと思いますけども、やはり1位はイワちゃんじゃないですかね。イワちゃんは頂上戦争でもすごい戦いをしましたね。マゼランともいい戦いをしました。だけど、皆さんそれ、両方とも本気を出してるように見えましたかね。僕はね、全く持って見えなかったです。正直まだまだイワちゃんの力っていうのはこれから発揮されるんじゃないかななんて思うんですよね。やはりね、オカマ王ですよ。オカマの中で一番強いと僕は考えるんですよね。頂上戦争でのあの余裕な戦い、それが赤犬に対してもなんかそういったふざけを入れたりとか、結局なんか余裕が見えるんですよ。となれば結構な力をどこかのタイミングで一気に発揮してくるんじゃないかなんて僕は思うんですよね。レベリーで一緒にドラゴンと登場するのかな、なんかそんなようなね流れを考えてめちゃくちゃ楽しみだなって僕は思うんですよね。そしてね、まあこのランキングにね、まあちょっとまあ繋がるところではございますけども、ワンピースのね、やっぱこのオカマキャラっていうのはまあ力強いじゃないですか。力強くて、そして面白くて、そして愛があるというね、僕はね、やっぱこのオカマキャラたちはめちゃくちゃ
ちゃ好きだなと思いますね。そして今回のこのランキングには、まあ力っていうところでは惜しくも入りませんでしたけども、この愛に関して言うのであれば MVP でございます。ボンちゃんでございます。この存在を忘れてはダメですね。ボンちゃんは本当にね、ルフィを救ったね、命の恩人でございますからね、本当素晴らしいお方だと思います。ボンちゃんもやはりこのランキングに入れたかったですけども、まああくまで今回は力ランキングってことで入れておりませんが、ボンちゃんはもうね、文句なしの MVP です。そして今後また出てくるのかどうかっていうところでございますけども、多分出てくるんじゃないかなと思います。そもそもね、これを見てもらったらわかるんだけども、はい、先日発売されたビブルカード、ここにボンちゃんいるんだよね。ここに出てくるキャラクター全員がまた現れると僕は見ております。ボンちゃんも同様に現れると。もちろんまだボンちゃんは死んでませんからね。マゼランとあの戦いが始まるような雰囲気で終わったじゃないですか。そしてちゃんと扉絵シリーズでボンちゃんが生存してるっていうのも描かれているんですよ。こういった扉絵シリーズがまとまっているドアーズ、ここに全部そういうのが描かれているんですよね。今のところね、2巻まで出てるんでね、ぜひとも皆さんチェックしてみてください。好きあらば PR をしていくっていう感じでございますけども、本当にね、いろんなストーリーがドアーズだったりとか、まあエースの秘密に関してはノベルエースで書かれていたりとか、そういったね、本も結構チェックするべきだなと僕は思うんですよね。ボンちゃんもやはりそういったところからしても生きている、そしてまた現れてくれるんじゃないかなって思うんですよね。じゃあどうやってまた現れるのか、やはりね、インペルダウンからまたとんでもないような脱走劇が行われるんじゃないかなって僕は思うんですよね。一気にいろんな囚人が出てきてしまう。なぜなのか、それに関しては世界を巻き込んだ戦争が起きたタイミングでそれが行われるんじゃないかななんて思うんですよね。またもやドフラミンゴが目の前に現れる。そう考えると恐ろしくもなりますけどね。まだまだレベル6のいろんな囚人がいると思いますからね。それらももしかしたら見れるかもしれない。今回ね、インペルダウンからの脱走で出てこなかったアーロンさん見れるのかな。もしかしたら現れるかもしれない。そんなような展開も僕は結構期待してるんですよね。そこでボンちゃんがまた現れる。そしてルフィとの久しぶりの再会、これほど感動するものはないですよね。そんなのも私は楽しみにしております。はい、いかがでしたでしょうか。今回の最強オカマランキング、やはりね、ワンピースのオカマキャラっていうのはね、ほんと強くて、そして愛すべきキャラクターだなと思います。改めて近日私大阪へ行ってきますが、その夜とかね、ホテルで軽くなんか生配信できたらいいななんて思ってたりもしていて、可能であればやります。その場合に関しては Twitter で書きます。あと YouTube のコミュニティでもちゃんと書きます。そしたらみんなで一緒にね、考察会とかなんかホテルで一緒にやれたらななんて思っております。そこら辺もね、近日でまあ報告はしていきますんで楽しみにしててください。それでは最後に皆さん、グッドボタンとチャンネル登録ボタン、そして通知ボタンをお忘れなく。この動画も目指せ1000いいねでいきましょう。そしてぜひとも私の Twitter フォローお忘れなく。僕の Twitter をフォローしてくれたらね、ジョンさんフォローしましたよって一言だけリポをください。そしたら僕もフォロー返しますからね。OK、 それではまた次回お会いしましょう。 See you next time!